はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。本日は10月買ってよかったものをご紹介していきたいと思います。ではどうぞ。はい、では始めていきます。まずこちら、乾燥さんの保湿力スキンケア下地シカグリーン SPF45 の PA3+ 無香料です。これ気に入ってて、最近乳液代わりに使ってます。肌荒れとか乾燥をケアしてくれるんですよね。自然にトーンアップ、赤みをカバーしてくれます。ナイアシンアミドとセラミドが入ってます。で、公式では洗顔後これ一つで OK になってます。だから乳液とか下地を兼ねてるっていうことですね。はい、そしてこれも過去動画にね、もうすでに出てきてるんですけれども、キスのもち水ベースでございます。色が3色あって SPF33 の PA2+ で無香料。こっちから01ベージュライラック、02ベージュコーラル、03ベージュブルーです。01が血色を出したり透明感を出してくれて、02が色ムラとか補正、03がくすみを補正してトーンアップしてくれるっていうような効果があります。でも伸ばすとほんのり色がつくぐらいなので、がっつりコントロールカラーっていう感じでもないんですけれども、でも色が入っている方がお顔色の補正とかしてくれるので、こんな感じです。01、02、03。私は今日ちょっと顔色がとっても悪いので、なのでライラックにしようかな。今日はちょっと血色感を出したいと透明感を出したいので、はい、ライラックを今日はつけてみます。で、乾燥さんとダブルで使う場合は、私はこれをあの下地として使います。こんな感じ、ちょっと血色感出るの分かるかな。乾燥さんともち水ベースダブルでつけてると潤いがね、持続します。で、これもナイアシンアミドとセラミドが入ってるんですよね。この感触が私すごくいいなと思ってて、もちもちした感じ、うん、十分みずみずしいツヤは出ると思います。で、このもち水ベースは塗ってから少し時間が経つと、もうあのもちっとするので、次につけるファンデーションのフィット力もかなり高くなるので使いやすいかなと思います。あと美容液成分が 86% 配合されているということで、耐水性はキスのもち水ベースは中くらいです。うん、ドロドロに崩れることもないんですけれども、ちょっと浮くかなっていう感じなんですね。でも冬にはすごくいいかなと思います。乾燥さんはもう乳液っていう感覚で使いたいので、水にはちょっと弱いタイプでございます。はい、で、今日は塗らないんですけど、これもいいですよ。ミシャのグローバーム、これ結構前からあのこのジャータイプはあの出てたと思うんですが、ジャータイプね、結構使いづらいじゃないですか。なのでこの少量のチューブタイプすごくおすすめです。コスパもいいし、で、これは本当にもう保湿とツヤ欲しい方、結構もうレスキュー剤ですね。これはしっとりするし、香りがローズの香り、ダマスクローズウォーターっていうのが 53% 入ってるみたいなんですけど、私ローズの匂い苦手なんですが、これは大丈夫です。ちょっときついですよ、香りは。これもおすすめ、朝のバームとして使ってもいいんですけども、これは紫外線カットの効果とかがないので、まあこれも乳液として使った方がいいかなと思います。そして次、ファンデーションね。ファンデーションなんですけど、2つあるんですよ。1つはこれ、ミルクタッチのオールデイスキンフィットパールグロークッション
私はね04番を選びました。 SPF50 プラスの PA3 プラス、はい、これ私の顔色にぴったりでございます。ツヤといい、フィット感といい、ナチュラルなんですけど、お顔のここはちょっとカバーしたいなっていうところはカバーしてくれてるみたいな、はい、厚塗り感は全くなかったので、これがおすすめかなと。でオリジナルの六角形の構造の粉体が入ってるんですね。でそれがこう一日中うるうるした肌に見せてくれて持続します。でも適度なカバー力と上品なパール感が出るので、これ本当におすすめです。でもちろん水とか皮脂とか汗には強いです。はい、で重ねても厚塗り感が出ないので、これはおすすめ。でもう一つがですね、こちらです。ディオールのフォーエバースキンパーフェクトスティック、お色は 2N を選びました。で店頭に行った時にハイカバーなんですってお姉さんにね言われたんですよ。で厚塗りなんかなと思ったんですけど、これはね大人女子の悩みをさっ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 て叶えてくれます。店頭で手につけた時はちょっとパウダリーっぽくて乾燥するかなって思ったんですけど、全然つけたらなんていうのかな、こうファンデーションと肌の間になんかこう一枚空気の薄い膜みたいなのが入っている感覚、ふんわりスフレチーズ、あのリクローおじさんのチーズケーキみたいな、あのふわーってしたその感覚、まあいわゆるスフレ感ですか、あんな感じになるんですよ表面が。これはいいと思って最近このスティック使ってます。でね、ツヤツヤでもなくめちゃくちゃマットでもなくっていう、本当にちょうど中間のいい質感なんですね。秋冬なんでそんなにツヤツヤじゃなくてもいいけども、マットすぎてもお顔のあらが目立ったりしてしまうので、まあなんていうのかな、上質なこのベルベットというかスフレっぽい質感に仕上がったらいいなと思ってたら、ちょうどこれがはいドンピシャでした。なのでこうふんわりこうソフトフォーカスをかけた、エフェクトかけたような感じのお肌に仕上がります。でこれいいのが容器も結構こだわっててね、回転して出しすぎないようにカチッてある一定のところまで来たら止まるんですよ。でもう一回ひねるとカチッ、これ以上出たり引っ込んだりしない感じなんですね。これがすごく良心設計だなと思って、あとね伸ばした時点でパウダリーファンデーションみたいなふわってした質感に変わるんですよ。だからめちゃくちゃ簡単で時短、もうさーって塗ってちょんちょんちょんってスポンジでぼかしたら、はい。ただこれは SPF の表記はなかったと思います。なのでしっかりカットしてくれる下地をつけたらいいかなと思いますね。じゃあこっちとこっちで半分ずつミルクタッチとディオールを塗っていきたいと思います。ミルクタッチからいこうかな。付属のスポンジはこんなふわふわのまん丸スポンジです。ちょっと使ってて汚くてごめんなさい。軽く押さえただけで結構じんわりつくので、はい、少量で大丈夫かと。スポンジで押さえますね。水で濡らしてしっかり絞って柔らかくしたスポンジです。定着定着定着、はい、このツヤがある程度出て、で目の周りも茶色かったんですけど、ある程度カバーはしてくれます。はい、そしたらこっちディオールいきますね。1段目まで回転させて出して
スティックファンデーションの塗り方の説明もご説明します。曲線で中心から外に、まあ、3本か4本ぐらいシュッ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 と書いて、で、おでこですね。いきます。おでこ目の上ちょんぐらいで大丈夫です。で、さっき使ってたスポンジかブラシで伸ばしていきましょう。こうさーっとなぞるような感じで大丈夫です。くる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 っと、こんな感じで。なんかね、手も汚れないじゃないですか。でね、早いんですよ。シャ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 って。で、もう一ついいことがあって、固形タイプなので、コンシーラー代わりにもなるっていう。この目の下のクマちゃんをちょっとカバーします。私のクマの場合は、ひどいのでね、これだけだとまだグレーっぽくなるんで、やっぱりオレンジがいるんですけど、でもこれ本当に薄いシミとかだったらこうやってカバーできます。うん、ちょっと目周り整えました。で、注意点としてはこっちが結構サラサラなタイプなので、しっとりタイプの下地をつけとく方がいいかなと思います。その方がスーッと滑るしフィットしやすいので。そしてちょっとだけ仕込みチークだけさせてください。もうこれ紹介済みのものです。マックのお持ちチークヒートインデックス、これは色がだいぶはっきりつくのでポンポンチークでいきますね。今日は本当に顔色が悪い、やばい。からちょっと仕込みを念入りにいきましょう。よし。そしたら、フェイスパウダーですね。フェイスパウダーは、はい、これですね。エテュセのスキンケアパウダー。リニューアル後のプレスドタイプの方ですね。ルースタイプもあるんですけど、今回はプレスドタイプを選びました。で、このふわふわパフがついてますので、これで全顔つけても全然大丈夫なんですけども、結構しっかりつくのでね、例えば、ちょっと毛穴が気になるところとかっていう小鼻の横とか、パフで押さえて、それ以外はブラシでふわっとのせるっていう方法をおすすめします。冬場はね、お粉つけすぎると乾燥するんですけど、これはスキンケアパウダーって言ってテカリも抑えてくれるんですけど、乾燥も防いでくれるっていう万能パウダーですね。これは本当に使いやすい。で、こういうお色味なんですけども、白浮きもしないしツヤンツヤンになります。サラサラでツヤツヤって言った方がいいかな。本当に薄い膜で被膜感がもうゼロなんです。指先に取ってみるとこんな感じ。ツヤ分かりますかね。ツヤツヤでしょ。ちょっと顔色整えました、目の周りとか。で、口元今乾燥するじゃないですか。パウダー打った後にリップクリームをまずつけてほしいなと思うんですけども、これいいなと思ったのがキャンメイクのリップマスク。これ夜用として売ってるんですよ。すごくこってりしたバームなんですけど、私冬場はこの端っこから乾いてきて、合わないものを使うとすぐパリパリになるんですね、皮めくれて。で、これは本当にしっとりぷっくり潤う感じなので、メイク前にもおすすめです。で、アイシャドウはですね、これ
新色です。エクセルのリアルクローズシャドウ CX08 クォーツリングっていう色ですね。なんか使いやすそうだったんで、はい、買いました。今日はこれを使ってメイクしていこうかな。この色、はい、つけます。下もつけます。すごいしっとりしますもんね、このエクセルの4色のアイシャドウ。全部ニュアンスカラーなのでね、使いやすいと思いますね。はい、スウォッチしましょう。こんな感じ、アイシャドウ通りにつけてみました。本当にうっすらつくので、そうだな、これをまぶた全体につけて、これね、これをまぶた全体につけてから、下につけて、綺麗なキラキラが入ってます。うん、でちょっとピンク寄りのこの色ですね、これをちょっと目尻側にスッスッスッと、で目の下、目尻側ですねにこの色を入れます。これは斜めにカットされた先を使って目尻側に入れていきますね。ちょっと今ふわっと見えてるんですけど、はっきりお色出したいときはこれチップとかを使って濃い色を取っていただいてね、つけてくださいね。で今日はアイラインで結構ねしっかりライン取りしようかなと思うので、これぐらいにしておいて、最近にゃんこの鏡どこ行ったんかなと思ってたらにゃんと出てきました。引き出し、どこかの引き出しにしまい込んでまして、はい、どこ行ったんかなと思って、ちょっと出てきた。よし、先にチーク入れていいですか。今日ちょっと顔色作ってからマスカラの色決めます。はい、チークはネーミングっていうブランドのフラッフィーパウダーブラッシュ03番、これ日本限定色らしいです。いっぱい並んでたんですけど、もうこれがいいなと思って、でね、なぜ選んだかと言いますと、あんまりパールとか入ってないように見えるんですけれども、実は微細なパールが入ってまして、わかります？ふわーっとツヤが出るんですよ。そう、やりすぎないツヤ、儚い色づきというんですか、ふんわり入ります。ほのかに発色するんですよ。これ、チーク慣れてない方はおすすめ。わかる？わかる？これめっちゃいいなと思ってもすぐ買いました。ほら、なんかやりすぎないので使いやすいと思います。で、本当に程よいツヤが出るんですよ。これはオレンジメイクにもピンクメイクにも何でも合うかなって思います。なのでちょっと先に顔色を作ってから他の色を決めようかなと思って。いいでしょ？ちょっと短めというか、ふわっとしたボリュームのある筆でこう伸ばすとツヤが出ます。宣伝なんですけど、すいません、これはしみちゃんオリジナルのチークブラシでございます。はい、あ、予約販売中でございます。ってことはマスカラは茶色オレンジみたいな色にしましょう。はい、マスカラね、スックのブラウンにします。まずマスカラを先に、つけてからアイライン入れます。
で、これでちょっと黒っぽい仕上がりになったら、上から、キャラメル色みたいな、カラーマスカラ足しますね。ちょっと黒っぽいな。もうちょっと明るい色。このスクのマスカラね、下地なしでも、めっちゃつくんですよ。ほら。自然に伸びます。眉毛はいつものようにね、ささっと描いていきます。寝上がってしまった。ハードフォーミュラー。はい。で、マスカラに、おさじのボリュームマスカラ。ごめんなさい。この色です。これこれ。06番。これをちょっと足したいと思います。あんまり紫寄りにしたくなかったので、ちょっとパープルと赤茶が混ざったようなお色です。さっきのスックのマスカラがちょっと下地っぽくしっかり伸びてくれてるのでつけやすい。うん。そして今日アイラインですね。アイラインはリキッドアイラインで、はい、キャンメイクのスリムリキッドアイライナーで、02がブラウンで、この03が新色で茶葉グレージュっていう色なんですね。ウォータープルーフです。で、これね、両方ともね、すごく使いやすいなと思ったんで、どっちがいいか決めかねてたので2本買ったんですけど、はい、こっちがブラウンで、こっちが茶葉グレージュ。なんかこの茶葉グレージュが使いやすそうだなと思って、グレーみたいな茶色みたいなお色なので、どうしようか。茶葉グレージュ行ってみよう。今日はちょっと色がもしかして違うなと思ったら変えるかもしれません。ブラウン、目尻のとこだけ引きますね。インラインと目尻。見えてない私。全然見えてない。スッと。あ、ちょっと上かな。こっちグレーで、こっち茶色で引いてみます。どっちもちょっとこのメイクには色がね、濃く出ちゃうかな。でも筆先が細いんで、そこっていうところにしっかり描けます。はい、目の下のインラインのところにだけ入れます。そしたらハイライトですね。ミライスのウルミハイライター02。エトセのね、スキンケアパウダーが結構密着度が思いのほか高いので、ツヤ感はね、しっかり
出した方がいいのかなと思うので、リキッドチークとかでもね全然いいと思うので、上からちょっとポンポンポンって足す感じでつけてもらえたらなと思います。で、はい、セザンヌの影色リップメイカー、これもちょっと最近もご紹介させていただいたんですけれども、これもおすすめなので2回登場させました。上がウォームベージュで下がクールピンク。そしたら今日はクールピンクの方を使っていきたいと思います。リップラインのような、あの影色を作るようなイメージで描いていくので、私たちが持っているこの唇の色がついているところよりかはちょっと外目でも大丈夫です。これを仕込んでおくとリップラインがパキッとしないのでお口元が老けないんですね。そうなんです。そしてルージュは、これはもうご紹介済みのものなんですけど、カネボウのルージュ161、最近持ち歩いてるルーズです。大好きな。これをつけます。今日は全体的にピンク、モーブ、ちょっとオレンジニュアンスみたいな感じの配色です。こんな感じです。このエクセルのアイシャドウのこっちがピンクでしょ。この色が絶妙なその優しいニュアンスをね出してくれるんですよ。キラキラも結構入ってるし、すごく綺麗なグラデーションができます。夕焼けのお空みたいな。なのでこの2色をうまく使うとすごく綺麗に発色するかなと思います。はい、完成しました。こんな感じです。アイラインの色がピンクのアイシャドウの上にのせましたので、なのでちょっと両方ともグレーっぽく出ている気もしますが、別に悪くはないかなと思います。もうちょっと茶色っぽいお色でもいいかなって思いました。でもこのキャンメイクのアイラインすごく使いやすいです、極細で。たら参考にしてみてくださいませ。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。